状況の説明を要求します。特に話すことはない。そのまま極東支部に戻れ。いえ、帰りません。あなたのこの非道な行いは全て明るみに出します。極東支部フェンリル本部にも通告し、正式な抗議としてサテライト拠点の患者の人たちに一生懸命だったあなた、 ブラッドのみんなや極東支部のみんなと一緒に頑張ってきたあなたを自分を偽っていたのですか。もう一度だけ警告する。ここからジュリウス、どうしてあなたを、私たちに何も言ってくれないんですか。どうしてあなた一人で抱えようとするんですか。 いいな、好きにするか。どうせ止められるし、フェンリル全ての戦力を用いて、そこから先このフライヤーに一歩でも踏み込めば、お前たち命の保証はできない。以上。戻れない。
ユノ、ユノ、